はい、えー、今日は高知白バイ事件についてまたね忘れないようにお話していこうかと思いますこの高知白バイ事件っていうのはあのバスがあったんですよねバスは停車していました止まっていましたでそこにスピード違反の白バイが突っ込んできて言ってみれば勝手に事故って死んだんですよでこの事実をそのまま進めればバスに当然ですけども過失はなくってこの白バイを運転してた人は、まあ、その本人もそうですけども 証拠管轄してる警察も何やってんだってことで断罪されなければならないんですけどもこれで終わらなかったんですよね。というのが警察グルで裁判所もグルでバスが動いていたってことにしようよって形でそういうふうに証拠を捏造してバスが動いていたことにしてですねそしてこのバイクってのはもう100キロぐらいのスピードでぶつかったって証言もあるんですけどもいや 法定速度を守ってやっててやましたよとなのにバスが急に動き出したんでぶつかったんですよってことでバスの過失にして懲役に生かしてるんですよでもすでに懲役が終わって、えー、このバスの運転手の方が出てきたわけですけども多くの証言者はバスは動いてなかったとバイク白バイが勝手に事故ったんだって言ったんですけどもまあ捜査をするのは警察じゃないですかもう警察グルでですねみんなしてですねこの運転手に罪をなすりつけてまんまとこの保険金をね 詐欺ったわけなんでですよ警察ぐるみ組織ぐるみでなぜならこれが自分でやった事故だったら保険は出ないばかりか、まあ、懲戒者ですよねスピード違反を犯して民間のバスに勝手に突っ込んでいったわけですからでもそうなったらあまりにも格好悪いのとこのね白バイの運転手さんってまだ若い方で奥さんとかお子さんいらっしゃったらしいんですよですんでそこの生活費をなんとか出さないといけないのでもうね何としてでも保険金が欲しかったんですよね 事故を装ってですね、バスに罪をなすりつけて、人の人生を懲役にしてまでね、1億円以上をもう盗んだというね、警察の犯罪でございます。まあ警察ってのはね、やっぱり全部が悪いわけではないんですけども、こういった警察内部の必要枠っていう考え方なんですよね。一部の市民を泣かしても、警察組織は守らなければならないみたいな妙な信念があるんでしょうかね。でこれについて、いくら追及しても、どれだけ、えー、真相をね、 明かしても裁判所は知らぬ存ぜぬ警察も知らぬ存ぜぬこれ一点張りで全く取り合わなかったんですよで市民が泣き寝入りして終わりというね、うん、これで良かったのかなと思っちゃいますけどね、まあ、こういう風にねあの正しいことが正しいとまかり通らないんですよで白黒を決める権利のある人は自分の気持ち次第で白を白にし黒を黒にするわけなんですよね私たちのの活動ってては本当に虚しくって ほとんどの私たちのね理不尽っていうのはそのまま踏みにじられて終わるわけなんですよね、まあ、詳しくは高知白バイ事件で検索してみられるといいんじゃないでしょうか次はもしかしたらあなたが冤罪に遭う番かもしれませんそれではいってらっしゃい